パンですか。うん、15パン。うまい。結構うまいじゃん。そうですね。あ、そう。大変になっちゃうね。あ、そういうのすごく。あれ。こっちヘルメットが忘れたら。こっちね。ねえ、ダメですね。出てきます。気をつけてください。まだやっぱ強いです、エッジングが。はい、雪がもうこんだけ緩んでますから、はい、柔らかく柔らかくって。動揺してんじゃない。忘れたの。壊れた。まあ、しょうがない。ゲート向かうときに腰引くんじゃなくて入れていきます、ね。はい。なんか一回良かったけど、あのコムス君とかあそこ失敗してるから。ルーフェイターが外れてくれて難しかったんだよ。ルーフェイターに来ないですか。うん、もう少し、もう少しサイズ乗せてさ、これに、これどこで、もっとこう、単純外径取ってきな、体近づいてきな、そんな止めることに集中しなくていいからさ、ちゃんとやろうよ。次まず何年かそんなことやってるよ。もっと前に、前に、縦にするよ。これね、横でできるだけ押さないように、もっとさ、流れを作って捉えたら通過していく。ここで今、飛んじゃってるから、スラロームじゃないんだから、滑ってる自分が分からないかもしれないけど、できるだけ反発で速く乗って、もっと長く乗ってな。大回り、大回り、ちゃんと朝、振りした大回りじゃん。でも、スキー、運動してしないと全然反映させないと、こういうところもっと長く乗れ、長く取って、こういう横でしっかり体と近づけて、ちょっとだけ今良かったじゃん。あれもそれでしっかり説明捉えて、こう作ってですね、丸く、それでゲートに近づいてきて、それで、しっかり乗った上で切り替える。遅い。ああ、これは面積だ。あっちあるだな。なんだろ、手下げるな。もっと手高くしていこう。昨日のもう一回思い出して、はい、あの足をどんどん動かしてくれる。まだちょっと昨日の3分の2ぐらいしか動いてない。はい、はい、フェイキーがみんなギリギリまで絶対ずらしてるからね、角立てて感じるの。だいぶ良くはなってきたから、こうやって体から回していって、あんまりいかないようにして、はい、
一人外人と。もう悪くない。動いてねえぞ。え？動いてねえぞ。動いてねえや。うん。はい、来た。今日は滑りやすいからもっと滑り出してた。ちょっと抑えすぎちゃう。もうちょっと上から踏んでいきましょう。はい、上から上から、うん、はい、頭出さないんで、もうそれ何回も言ってくださいしっかり手に伸ばして、もっと引き出してください。長谷さん、腰をもっと乗せる、腰を乗せていきます、はい、乗せていきます。ポールの横でポールの横でこうやって体を寄せていかないんですよ。体離すで、あ、もっと膝も使っちゃっていいです。で、体ももっとこっち向けていいです、はい、あんまり横に横にって体を揺さぶらないように、はい、一番踏んでるところを下です。強すぎます。あ、はい、煙が上がらないように踏みすぎた。小太郎、小太郎、リーダーモーションになってる。一回で踏む、はい、一回捉えてそこから踏むんじゃなくて、捉えたら踏み、捉えから全然踏んで踏んで、はい、その一連の動作でやってる。まあ、意外と良かったね。結構上から入る。あ、踏み方も。まあ、昨日よりはいいかもしれない。捉えのところで、ここで一回動きが止まっちゃうんですよ。伸びた、伸ばして、体を落とそうとしてるんですけど、そこで動きが止まってしまって、そのまま。早川君、なかなか、今良かったと思う。ああいうふうにどんどん動いちゃってるっていうのと、これから結構伸ばして、伸ばして、伸ばして、どんどん動きましょう。ビデオ撮れた。まさに今のだとちょっとやっぱりコールシンクだね。柔らかい表面がもう柔らかい。いや、35メートル、30メートルしか入っていけない。今良かったと思いますよ。はい、大丈夫、それが唾液をしっかり取ってくるようにして、はい、ちょっとこういうのかぶっかけやってやる。
まあ追いつくわな、普通に。これね、前中村さんですか。ラインが全然違うね。今、振り向いたら一人で来る。あれ、中村さん。ただ気をつけて。全然追いつかれてますよ。あんだけ汚い手を使ったのにな。やっぱね、ライン取りが違います。濡れてるじゃん。もう脱がしちゃってもよかったんだ。でも、あいつは中野さん振り向いた時一緒いないから、あれと思いますあんな疲れてなくあ、それまあ、声はちょっと小さいですけども、とにかく体を落としていくように今みたいな感じで若干今良かったと思います。収まってるんで、乗っていかないですよね。ちょっとラインを取ったんですよ。もう続いてない。こうなってます。それでかわいそう。あんまり動かない。いいスキーやりだしたな。こうなってます。今こうじゃない。今最後までもっと外径をキープしてきな、はい、頭を針金持ってきたな。あれちょっと山が残っちゃうから足場にする。いや最後だ、最後まで。やっぱ体をね、はい、でもうん、上からこう動かしてからダメだと思う。通り過ぎたままずっとこのまま角度つけたままこうやってきたので、ダメじゃん。さ、滑りは良かったんですけども、もうちょっと外足伸ばしていいですか。はい。膝、ね、股関節と膝がずーっと曲がりっぱなしなんですか。同じ角度です。はい、伸ばしたくて。はい。あ、もっともっと飛んで。あちゃん行こう。体を起こして、それでやっぱ足首使えな、うん、両方の足首の曲げ伸ばしっかりやる。いい？はい。もっと普通のターンの外腰をもっと前に出しながら、ちょっと滑らせてみます。ダイレクトに頭を見せる。違うところに重心を作ってやる。さっきよりだいぶ体が起きて、はい、手つきよくなってる。
そうすると足が使えるんで、もう少しこういう方向でスピード変えたら使って、はい、はい、はい、まずなんか、バイブ良くなってきて、もっとこれで外足も効いてる、どこの足を外すぎちゃってもらえたら、おしっこ、外足、外足沈み込みの部分をもうちょっとしっかり出したって言って、はい、滑りは良かったですけど、はい、はい、そうやって言ったり、あんまりお辞儀しないように足使わないと、まず上半身バトルって煽らない。あーちょっとこっち前に来ない、あれ、あれすぐなんか人数急に増えてきたな、さっきこんなにいなかったです。あんまさ、まっすぐ行かないようにしな、もうラインできてんだから、そのラインと同じように後半あんま長くない。多分長くのね、間が持てないのはタイミングを見計らっていかないと、あんまり早くに切り替えて、あと与えようと思っても与えられないから、だから見計らって、ここっていうとこから長しっかり捉えて捉えて、長く外足に乗ってきてね、はい、それがすごい大事だ。その時に、本当はもっと走るなんか、この状態が進んだけどね、あ、それはスピッと動く、割と良くなってきます。あー、それでもう少し柔らかく動ける、ないと、はい、ぶつかってんだもん、だって田辺さん、見たと思うんですけど、どうですか田辺さん、単純に今内藤ですよね、はい、わかりますよね、もう良くなってきた。ああ、転んだ。うわ、危ない危ない。